今回はアドレスについてお話をしていきたいと思います。二重振り子においてはですね、クラブヘッドで弧を描く。このような動きですね。で、以前のハーフショットでグリップの引き上げという動きがありました。で、その時にですね、しっかりビハインドザボール、体の軸をやや右に傾けていくということが大事になってきます。やや傾けている状態であれば、脇の固定のグリップからグリップを引き上げやすい。もしもこれが上体が突っ込んでしまうと、叩き形にどうしてもなりやすいんですね。アドレスに関しては、やボールを右斜め上から見るような形。そして、グリップのところで行った、両脇が均等に締まる状態。脇の固定からの逆コックにより、左手の甲がしっかり折れて、右手の甲がフラットになるグリップになっていきます。で、前傾の姿勢についてなんですけれども、以前行った体の軸回転、その時にですね、脇腹のこう縮む動作があったという話があったと思うんですけれども、体を柔らかく使ってくるためにはですね、自然と呼吸のしやすい姿勢というのが大事になってくるんですね。脇の固定から自然にお辞儀をする程度、そしてヘッドが素直に降りてれば、大体 OK。で、ここでぐーっと背筋を、姿勢を良くしようなんてすると、呼吸が詰まってしまって、脇腹の縮む動きというのがしにくくなってくるんですね。いくら見た目が良くても、力みがあってしまうと、体の回転はスムーズでなくなってしまうので、しっかり次の動作が、しやすいなと思うような、体幹の部分、体の幹の部分ですね、イメージができるといいです。肩の力をしっかり抜けて、呼吸が自然にしやすいところ、構えたら一回と深呼吸するのもいいと思います。人によってはそれによって背中が丸まる人もいれば、背筋が反った方が呼吸がしやすいという人もいて、個人個人によって多く変わってくる部分でもあるんですね。また、スタンスの幅においてもですね、自然とこう体重の移動がしやすく、体の回転がしやすい幅であれば OK。人によっては狭くなる可能性もあれば、極端に広い方がやりやすいという人もいたりはします。大体まあ肩の幅を一つの目安にして、その前後で自分にとって回転のしやすい、体重の移動のしやすいスタンスの幅を決めていくのがいいんじゃないかと思います。